小牧太は日本中央競馬会の騎手。2004年に兵庫県競馬組合から移籍。弟は兵庫県競馬組合所属長教師の小牧武士。息子の小牧谷太は馬術競技の選手であり、2020年の全日本障害飛び越し選手権を制したことがある。地元である鹿児島で競馬とは無縁の環境で育ち、進学先の高校も決まっていたが、 乗り役を探していた近所の牧場が小牧に声をかけたことから話は進展し、1985年、兵庫県競馬組合の総和時下、栄休社の所属騎手としてデビューとなる。初騎乗は1985年10月30日、姫路競馬第一競争で、初勝利は同年11月3日、姫路競馬第八競争。休社の主戦に、 田中道夫がいたことや、旧社の西脇から園田への移転で伸び悩む時期もあったが、1989年設置坂月での優勝を機に盛り返しを見せ、これ以降総和旧社の主戦騎士として、楠木賞全日本アラブ優勝三賞など数々の重賞を制覇した。1992年には181賞を挙げ、田中道夫を抑え始めて、兵庫リーディングジョッキーとなる。 兵庫県でのリーディング獲得は9年連続を含む10回を数え、1994年、1996年には地方競馬の全国リーディングを獲得している。アラブ時代は縁がなかった三冠制覇はサラブレッド導入2年目にロードバクシンで達成している。中央競馬での初勝利は1993年のワールドスーパージョッキーズシリーズ参戦時。その後、 兵庫県競馬にもサラブレッドが導入されたことから、指定交流競争を通じて、中央競馬での起場も増え、移籍前に重症を2勝をしている。この頃から橋口孝次郎厩舎の所属場に起場する機会が増えた。2001年、2002年に中央競馬で20勝以上を挙げ、JRA の機種試験の一次試験の筆記試験が免除され二次試験から受験できる資格を得た。 2003年の同試験に合格し、2004年に JRA へ移籍。兵庫県競馬組合所属としての最後の勝利は、特別にフェアウェルステージと解消されたレースで、同じく JRA へ移籍する赤城高太郎をマッチレースの末、首差を抑えてのものだった。中央移籍までの地方競馬通算勝利は3,376勝。 移籍後の初起乗は2004年3月6日、初勝利は翌3月7日。大拓バートラムでは同じようなミスを犯し、しかもミルコデムーロに乗り換わった途端に圧勝されるなど与えられたチャンスを生かせなかった。起乗機会の多かった橋口急車の馬でも上村博之や藤岡雄介に委ねられるケースが増えた時期もあった。ただ2009年には、 ローズキングダムでの朝日ハイフューチュリティステークス勝利をはじめ、橋口旧車所属場で重賞を4勝するなど、重要な場面での起用が増えている。それでも遺跡4年間で重賞を9勝、2006年2月26日の阪神第2競争で、中央競馬通算200勝、2007年10月7日に、中央競馬通算300勝を達成している。 2007年2月3.4日には、小倉大賞店、シルクロードステークスと2日間で、重賞2勝するという偉業を達成している。その時代の勝負服、緑色ベースの歌詞勝負服を着用中の小牧2008年4月13日、大賀賞をレジネッタで制し、JRA 遺跡5年目にして、初の GI 勝利を達成した。同年のスプリングステークスを、 スマイルジャックで制するなど、同年のクラシック世代で活躍していることから、大歌唱実況の馬場哲司をして、今年は小巻の年か、と投票するなどとこの年は注目されていた。なお、大歌唱以降もレジネッタを優順品馬で単勝小番人気3着、東京優順では、スマイルジャックを12番人気で2着に構想させ、それぞれのレースで3連単44万馬券。 20万、馬券となるのに一役買うなど、2008年の3歳春、クラシックを盛り上げたジョッキーの一人である。また、夏にはカノヤザクラで、アイビスサマーダッシュ、セントールステークスを制して、サマージョッキーズシリーズに優勝、JRA 遺跡後発となるワールド、スーパージョッキーズシリーズへも参戦した。二千九年七月十九日、アイビスサマーダッシュをカノヤ桜で制し、 人馬もに史上初となるアイビスサマーダッシュ連覇を記録した。なお JRA 所属となってからも、兵庫への参戦は活発で、2004年に条件レベルの交流戦を中心に、地方全体で10勝を挙げ、兵庫での重賞成績は4戦2勝2着2回。三冠のソノダダービー、菊水賞では、兵庫所属の北雪ガーデンに起場している。観劇屋で、 涙もろいことで知られている。JRA 初勝利となったワールドスーパージョッキーズシリーズで表彰台に上がった際に涙を見せ、JRA 移籍直前のそのだけ馬場の総公開でも涙で挨拶にならなかった。念願の初 GI 制覇となった大賀賞の勝利ジョッキーインタビューでは、ファンの皆さんにやっと GI を勝ちました。お待たせしましたと言いたいとコメントし、 ここでも涙を見せた。弟のけしが重症発生発した際に本人の分も泣いたほどである。息子の茅太氏も騎手を志していたが JRA の競馬学校騎手家庭試験に落ちた。身長が高く骨の成長度の検査で将来的に176センチメートルくらいになると診断結果が出たため落ちたという。その後京都の高校に進学し、 東京五輪を目指し馬術競技に転向。2013年に全日本ジュニア障害馬術大会で優勝。2014年には長崎ガンバランが国体少年の部で標準障害飛び越しと二眼階障害飛び越しの西北で優勝するなど馬術競技で活躍している。長女は自身のバレットを務めている。 2015年に JRA 通算800勝を達成した際には、娘が記念のプラカードを持った。ありがとうございます。